すべての固め技の基本となる技法ですすべての技法に共通する入り身のタイミングをこの基本技で学びます受けが手刀を振りかぶる動きに合わせて入り身をします 繰り返し稽古を行い間合いと入り身のタイミングを体で覚えてください受けが振りかぶったら右肘を下から制しますそのまま受けの側面に入り見し手刀で受けの手首を制して切り下ろします前進して受けが体勢を崩してうつ伏せになったら内側の膝から床につきます姿勢を正しくしくて うつ伏せに抑えます手刀を制する時は座右呼吸法の手刀の働きを生かし両肘を曲げすぎないようにし下から合わせる気持ちで制するのがポイントです受けの腕を切り下ろす時は 適切な位置までしっかりと入り見することが大切です。間合いが遠いと、腕の力だけで切り下ろすことになります。切り下ろしながら、さらに前進しましょう。受けの体が浮かないように、腕を直角か、それよりやや広い角度で抑えます。受けの脇腹と手首に鳥の膝を当てることで、 受けに密着してキザで押さえます押さえるときは必ずキザで腰を入れ姿勢に気をつけます受けが手刀を振りかぶる動きに合わせて側面へ入り道します手刀を合わせたら転換しながら受けの腕を切り下ろしうつ伏せに抑え込みます裏技では転換の動きが重要です 適切な位置へ入り見したら、自分の中心で受けをさばくように意識しましょう。受けの振り上げる動きに合わせて側面に入り見し、同時に肘と手首を下から静します。踏み込んだ足を軸に転換しながら、受けの腕を切り下ろします。座りながら受けの腕を静し、うつ伏せに抑え、 姿勢正しく膝で静します手刀を合わせたときに受けを押さず受けを前方に導くように下から上にさばきます切り下ろす動きと体さばきを合わせましょう膝を柔らかく保ち転換の動きを安定させます